はい、弁護士の坂口康史です。今日はヘラクレスエクアトリアヌスという、まあ、ヘラクレスの亜種といって、まあ、違う場所で生まれたヘラクレスの、幼虫の土を交換したいと思います。どっちの一体一回出します。どれぐらいでかいのか見てみようぜ。どれぐらいだろう。それで、いいよいいよ。じゃあそれで測りましょう。なんで土をマットを変えるかっていうと、見てくださいこれ。めっちゃ死んだ。じゃーん。この血の見てこれ、幼虫のうんこ。ダメ、どれ。でかっ。でかいよ。でかいよ。食べる。はい、見てください。幼虫のうんこが大量にあります。それなら幼虫いるって意味だ。うん。ちょっとうんこがでかすぎるから。交換します。いいですか。はい。じゃあ早速出します。うんちらいっぱい出てきてる。うわーでけー。ちょっと見ましたか。お兄ちゃんでかー。ちょっと怖い。ちょっと噛まれないように。でかーい。これなんじゃこれ。やべえな。日本のカブトムシの幼虫と比べてどうですか。でっかい。どんぐらいでっかい。めっちゃでっかい。ねえ、じゃあちょっとお兄ちゃん、それでなんとなく測ってみて。え、ちょっと待って、もっとじゃない。ガビーン。10、まあこれちゃんと伸ばしたら10、今この状態で11センチ、うん、この曲がってる状況だと9センチ。うい。ガビーン。これで11センチだから、これ思いっきり伸ばしたら15センチぐらいいくんじゃない？でかーい。でかいですね。うんこもでかいけど、でかいね。噛まれたら痛いよ、それ。やばい。これ一応オスだって言われてるんですけど、大きいですね。でかいね。やばい。超でかい。なんかこれ比較、これビニールテープ結構でっかいやつ。全然でかいね。さあ何グラムでしょう。てん。109グラム。おー、やばいね。109グラムって超でかいよ。やばいね。はい、ということで109グラム。今日7月31日で 109g でした。まあ、次、さなぎになると思うんで、またさなぎになったら、皆さんに公開しよう。ね。じゃあ。やりたい。さらに、ヘラクレスヘラクレスの幼虫のマットも交換します。ヘラクレスの亜種のマット交換したら、すっごいうんこがあったから、まあ、ヘラクレスの方もうんこがあるだろうということでやってみます。じゃあ早速出します。ヘラクレス？そう、いいですか？どっちのヘラクレス？ヘラクレスのオス。え、オス？の幼虫。いきます。ビビ、ビビ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 。うんちらある。あ、いる？いる。うんちすごい。幼虫のチラチラ見えてる。ちょっと待って。え、もう当たった。おい幼虫、出てこい幼虫。でーん。顔が黒い。あれ、さっきのと比較してどうですか。ちっちゃい。ちっちゃいから、さっきのちょっと測ってみようか。ちっちゃいはちっちゃい。ちょっととっとずらいはちっちゃい。さっき109g でした。それ101グラム正解。ちょっとちっちゃいね。でも、まあ、101グラムだから大して変わんないね。はい。何センチか測ってください。まあ、ちょっとわかんないね。伸びてくんないからわかんないや。まあ、でも10センチぐらいはありそうだね。うん。おい。おい、おい。お前伸び立ててやれよと。あ、伸ばすとダメだよ。はい、これでーす。まあ、でも確かに、まだちょっと成長大きくなってないですね。うんこは、ああ、いやでもうんこやっぱ多いね。
まあいい交換時期か、マットのな。うんこ結構あるから。いやすごいね、やっぱうんこすごいね、あるね。でもなんかさっきのがでかかったからさ、あんまりインパクトないね。うん、じゃあこいつをドン。何だろう、こう潜るのちょっと見てみようか。どちら潜るのと、でもあのヘラクレスアクアトリヌス、トリアヌス、まあちょっと何言いづれんだけどさ、あっちの足の方のがでかいね、幼虫ね。このまま行くとあっちの方がでっかいのが生まれるわ。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃいけど、まあ、まだ 101g あるからね、これからっしょ。ほらもう潜ってる、早くない？あれなんかお尻だけ出してるけど、どうする？触っちゃえばお尻。それそれだ。ドン。ダンドンキンみたい。あ、止まった。また動き始めた。あ、潜り始めた。早くお尻隠せー。